い、どうも、八島工房チャンネルへようこそ。このチャンネルは手袋工房の日常をお届けするチャンネルです。今日もよろしくお願いします。さてね、今日はね、今日もですね、店内からお届けしています。はい、暑いんでね、もう外で作業をすることができないですけれども、前回からね、カスタムを始めるというんで、前はこのメーターバイザーというかね、ヘッドライトカバーというかね、そういうのをつけました。はい。で、次からね、何をしようかなということを考えていたのですが、今日はね、このコーナーからお届けしようと思います。はい。さて、箱の中身は何でしょうのコーナーです。はい。ね、よく見たらわかるんですけれども、タイからの国際郵便がやってきました。これは何かということで、早速ね、開けていこうと思います。はい、で届いたのがこれですね。これは何かと言いますと、フロントフェンダーです。ちょっとね、フェンダーをこんなとこ、こういうとこにね、アップ気味に取り付けようかなと。ちょっとこう普通のやつを取り除いて、このアップ気味のフェンダーにすると、このメーターバイザーと相まってかっこよくなるんではないかという寸法でございますね。これをつけようと思いますけれども、はい、早速ね、今日作業しようと思ったんですが、ここの六角レンチがね大変狭いところにあって、これショートじゃないと入んないなというんで、ショートを早速六角レンチ持ってないんでね、注文しました。だからね、また後日になると思いますけれども、こういう形でね、タイからのパーツで、アップフェンダー風にしようかなというふうに考えてます。まあこれはね、付ける過程ね、まだお見せしようと思いますんでね、ご期待ください。ただね、説明書、取説の説明書も何もないんで、結構これ苦戦しそうやなっていう感じはしています。それとまあ、一応ね、ホンダさんにも確認、簡単に確認は取ったんですけれども、まあ、寸法が変わる、このフェンダー類ね、寸法が変わらなければね、基本的にはその、構造変更だとかそういう必要はないらしいんで、まあ、基本的にこの、長さを超えることはないし、高さも超えないんでね、まあ、強度もしっかりしてそうなんで、合法だと思いますんでね、取り付けるのは問題ないと思いますけれども、純正部品の方はね、なんかここに、こんな、ここから先だけをつけてね、二段フェンダーみたいな感じでやってるのが、あんまりね、ちょっとかっこよくないなと思って、これにしましたんでね、これを取り付けようと思いますね。これね、ご期待ください。これ次回以降ですね。はい。それと、今週、ツーリングがありまして、月曜日かな、海の日ですけれども、天気晴れたらいいと思うんですけどね、そのためにね、北子のアクセサリーソケットをつけました。ここね。それと、スマホホルダーですね。これもつけましたんでね。まあ、この辺はね、カスタムのうちに入らないんですけれども、最近のこの辺のパーツもね、よくできていて、昔はね、アクセサリー電源とか、はい、のヒューズソケットだとか、なんか変なところからね、いっぱい加工して取ってたんですけど、今、ここに、カップラーあるし、リレー式なんでね、リレーの空きスペースにリレーをポンと差し込むだけで、常時接続なくてね、スイッチオンで、携帯入ったりしますんでね、非常に安全やし、快適、つけやすいですしね、このソケット自体もね、最近すごい進化してるやなというのを実感しました。はい。で、もう一つね、ご紹介したいものがありまして、メッシュグローブです。まあ、一応ね、手袋屋さんの手袋のご紹介もさせてください。VMX というグローブなんです。ヴィンテージモトクロスをちょっとイメージして作ったグローブなんですけれども、まあ、ヴィンテージモトクロスって何かというと、ちょっとこう、レトロなね、ツインショックの、オートバイをイメージしてね、作ってるやつですね。で、VMX ディアって言いまして、ここ、鹿革で作ってるんです、全部ね。で、非常に柔らかいし、使いやすいし、それでいてシンプルやしね。
こういうバイクに似合うんじゃないかなということで企画しています。だから前回ね、ご紹介したうちの ADV というブログね、まあこれもね、スクランブラーとかアドベンチャーに向けて作ってるグローブなんですけど、これもこのタイプのグローブにね、よく似合うと思います。これメッシュタイプで、牛革タイプの通常 バージョンも用意してますんでね、このバイクにもね似合うんじゃないかなということで、ご提案なんですけれども、まもなくね、もうすぐ、真夏になりますんで、八島工房の方も普段ね CL で遊んでるばっかりじゃなくて、手袋の製作をしております。で、こうやって見ていただくと店頭にいろいろね、これはメッシュじゃないですね、メッシュグローブがございますね。で、メッシュグローブの生産自体ももうこの梅雨終わって、真夏に入る頃で、生産が秋物と冬物に切り替わります。で、今も秋物の生産に取り掛かってて、もう間もなくねメッシュの材料も終わりますんで、また来年ということになりますんでね、メッシュグローブね、ご希望の方はね、なるべく早くお申し付けください。まあメッシュグローブ使ってないよという人もまあまあ多いと思います。で、メッシュグローブね、なんでするか、まあ涼しいのは涼しい、間違いなく涼しいんですけれども、それ以外ね、通常の3シーズングローブ、穴の開いてないタイプのグローブをね、汗から守ってね、まあ何しててもこの時期汗でズクズクなります。そうするとね、グローブの痛みってすごく早く進んでしまうんで、穴の開いたね、グローブを使っていただくと、ね、3シーズングローブも長持ちしますし、この時期は快適に過ごせるっていうんで、メッシュグローブ、ご提案しております。ただね、じゃあこの時期はね、ナイロンのグローブでいいんじゃないかいう人は時々いらっしゃいます。で、ナイロンとこっちが合皮のグローブだったら、移動落ちもしないし、快適やし、涼しいし、乗車するにはそれが一番やと思います。ただね、これね、本当におすすめしないのはなぜかと言いますと、手をついた時、やっぱりね、ナイロンや合皮ではね、どうしても手が守れないんでね、本革のグローブをね、どうしてもおすすめしていますんで、もし興味がある方はね、こちらの方をお選びください。まもなくね、生産ね、終わりますんでね、在庫でね、あればいいですけれども、もし興味あったら、ご注文いただければ幸いです。はい、今日はね、こんなお話でございました。そしたらまた次の機会まで。さようなら。